青空 FM 第79回目。第79回目は、エルキッツさんをゲストにお招きして、生成 AI についていろいろ聞いていく、そんな回になります。それじゃあ、エルキッツさん、自己紹介をお願いします。はい、エルキッツと申します。生成 AI の会社、株式会社アルゴマティックっていう、まあ、会社で勤めてる、エンジニアです。もともとはフロントエンドとか、まあ、やってたんですけど、今のアルゴマティックに入ってからは、まあ、バックエンド、フロントエンド問わず、両方やってるような感じですね。はい。あとは何か言うことはありますか？何言えばいい？まあ、自己紹介だから、そんなもんでいいんじゃないですかね。大丈夫ですか？はい、大丈夫だと思います。ありがとうございます。で、今日はまあ、生成 AI についてってことなんですけども、立ち位置的には私、ホルテが、AI 初心者、生成 AI 初心者が、中の人、AI を使った、生成 AI を使ったプロダクトを開発している IT エンジニアのエデキチさんにいろいろ聞いてみようっていう回になります。うん、なので、初心者が、ベテランと言い方あれかな、まあ、上級者にいろいろ聞いてみようって感じなので、結構基本的なところから、まあ、具体的な使い方みたいなところまでいけたらいいなと思っています。はい。で、早速、じゃあ聞いていくんですけども、はいはい、そもそも論、はい、AI とはってところから認識合わせをしていきたいんですけど、OK。AI っていうのをちょっと調べてみたら、うん、アーティフィカルインテリジェンスの略ということで、うん、これは人間の知能や知性を人工的に再現するもの、あ、そうですね。というふうに言われていますと。うん、で、ただし汎用的な再現っていうのには至っていなくて、うん、要は人間のように喋れるし、うん、例えば機械のラインコードみたいなところでも働けるし、うん、家事もできるし、料理もできるし、うん、みたいなことは汎用的なことはできず、うん、特化したものが多いと言われているっていう理解でいます。まあ、どちらかっていうとそこら辺は後付けな話だとは思っていて、うん、なるほど、結局なんかコンピューターっていうものが生まれました。で、コンピューターであれこれ計算できるようになりました。うん、で、コンピューターが生まれてから割と初期の頃に、いや、これ知能を再現できるんじゃねって考えた人がいて、うんうんうん、まあ AI っていうその概念を提唱したわけですけど、結局、まあそこから半世紀以上、その AI っていうのが実らなかった。せいぜい、まあ AI なんだろう、こういうコンセプトでやったらいけそうだっていうのは見えたものの、うん、でも実際にやってみると全然うまくいかない、うんうん、とかやり方全然間違ってたとか、まあそういうような歴史があったんで、その AI っていうのは本当にできるのかみたいな感じの時代がずっと続いていた。あ、じゃあ机上の空論で終わってたみたいな、うん、まあ机上の空論かな、うん、でその流れを大きく変えたのが、あの Google とかのなんだヒントン博士を中心とした、その、ディープラーニング。ああ、はいはいはい。まあ、深層学習って言われるやつだったんですよね。はい、で、そっから、あれこれ、実は画像認識できるし、うん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 、画像をあれこれやったり、その音声をあれこれやったり、そういうようなこともできるよね。なんなら、その、データ、例えば数字とかを食わせて、学習させて、じゃあこういう風に分析できるよねとか、まあそういうような感じで始まったというか、まあそのこれまでの AI ブームっていうのが3回か4回ぐらいあって、うん、まあその深層学習の時代が確か3回目になるのかな。でそっからじゃあ次の AI の冬はいつだみたいな感じであったんですけど、うん、結局その AI の冬が来る前に、うん、今回のその LLM とかに端を発する第4次のブームが立ち上がってるような感じ。なるほど。ありがとうございます。で、まあ、あれですね、あの、汎用的って言葉が出てくるの、多分、AGI っていうのが意識されてると思ってて、うん、まあ、なんだ、あれ、アーティフィシャルジェネラルインテリジェンス、はいはいはい、G がちょっと南部で発表されてる。まあ、汎用的な。うん、要は、人間が本来想像したような、その、人工的な知性、うん、まあ、言ってみれば、アトムだったり、ドラえもんだったり、はい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 、マルチだったり、まあ、はい、いろいろと想像されてきたようなやつですよね。うん、ああいうのが、じゃあ、できるかどうかっていうところで言うと、実はもう、できてるんじゃねっていう話すらあって、実は。はいはいはい。
オープン AI が表には出してないけど、うん、できてるんだという説すら最近登場してる状況なんですね。っていう、なかなか面白い時代です。じゃあ、まぁ、ちょっと僕がググった情報は、まぁ、最新というか、そこまで深くなく一般的なところだったという感じだったのかもしれないですね。うん、なるほど、わかり。じゃあ AI については、まあ、そんな感じで、うん、で、そこで、じゃあ今回その4回目のブームとなった、生成 AI、うん。はいはい。AI に生成がついた生成 AI っていうのは、うん、これ何なんでしょうか？そうですね。まあ、生成 AI、10年代後半ぐらいから、画像生成とかの、なんだ、研究っていうのはあったんですよ。うん、ギャンって言われる敵対的学習だったかな。まあ、なんか、偽物を見破る AI と、うん、絵を描く AI っていうのを戦わせ続けることで、より、精密な絵を描けるようになるっていう研究があったんですよ、ね。はいはいはい、はい。で、そういうのとかをはじめとして、だから、なんだろう。もともと AI ってどちらかっていうと、生成に使うっていうよりは、何かを分類するっていうタスクの方が多かったんですね。うんうん、例えば、この画像には犬が映ってますとか。ああ、はい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 。そういうような、どちらかというと分類とかの方が多かったんですよ。うん、機械学習のソフトとかを、チュートリアルやると、まず一番最初に出てくるのが、0から9を認識するやつ。ああ、はい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 。数字を認識するようなやつなんですけど、うん、まあそういうような感じの分類器って言われるような、類のタスクが多かったんですけど、うん、いや、それだけじゃねえぞと、うん。生成とかもできるんだっていうのが、うん、10年代後半ぐらいから始まって、うん、で、今に来るんですけど、まあ生成 AI、名前の通り何かを生成する AI、うんうん、で、その20年過ぎぐらいからそこら辺が結構本格的になったのかな、多分。あ、まあでもちょっと待てよ。17年にトランスフォーマーっていう技術が登場したんですよね。はいはいはい、で、トランスフォーマーってもともとその Google が、まああそこ機械翻訳とかやりまくってるところなので、機械翻訳のために確かトランスフォーマーを作って、うん、これトランスフォーマーで機械翻訳するとめちゃめちゃ精度いいぞってなって、うん、Google 翻訳がめっちゃ人気になった、うん、そもそも機械学習って基本的には教師データみたいなのを学習させるっていうのが普通だったんですね、うんうんうん、でもそうじゃなくて教師データなしで学習して精度のいいものを出せる技術が出れば、うん、それって要はスケールするわけじゃないですか。ああ、なるほど。教師データ必要なAI だと、教師データっていう稼いができてしまうような。そうそうそう。で、それがない状態であれば、理論上無限大な、まあ、人間のようなと言った方がいいかもしれないですけど。うん、っていうような背景があったんで、まあ、18年のバートとか、あるいはその、ちょっと後かな、OpenAI が GPT の最初のやつとかを出して、で、そこから文章を生成するっていうのがめちゃめちゃ流行り出したと。うん、で、それとは別の流れで、確か2020年か21年かそれぐらいから画像生成がだいぶ流行り始めたとか、うんうん、まあ、あと僕も全然そこら辺詳しくないから、うん、ちょっと、うろ覚えで適当なこと言ってるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、そういうような映像系だったり、音声系だったり、っていうのが結構話題になるようになったと。で、2022年か。22年の段階だと、論文にはすごいこと書いてるんですよ。Google とかも、うん、ああ、はいはいはい。画像生成こんな風にできます。はいはいはい。みんなすごいことを論文には書いて、うん、いや俺たちこんなだけすごいんだぜって言ってるんだけど、え、本当？みたいな感じになってたところに、うんうん、ちゃんと製品として画像生成をするサービスとか登場し始めて、うんうんうん、そっから一気にブームが始まった。で。2022年の夏に、その、ステーブルディフュージョン。はい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 。あれがオープンソースで、8月22日だったかな、うん、23日だったか。まあそのあたりに、確か、オープンソースで公開するようになって、そっから爆発的に広まった感じ。うん、結局その、オープンソースでも触れるものがあるってことは、はいはいはい、全世界の人間がそれを研究できるので、はい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 、そっから、もう一つ重要な背景として、うん、三つあって、一つは、まあ、GitHub、うん。で、もう一つが、ハギングフェイスっていう、機械学習の、まあ、データとかを共有する
まあ、GitHub のデータ版みたいなサイトがあって、Hugging Face と、あと、アーカイブっていう、論文の、なんだろう、プレプリントって言われる、その、要は、査読とかがちゃんと済んではいないんだけど、論文の体裁のものを公開して共有するサイト、まあ、検索したりするサイトがあって、そことかで、あれこの技術すげえな、みたいな。じゃあ、俺たちこういう風に、ちょっとパラメータいじってみたわ、とか、こういうような、ちょっとネットワークを追加したら、めっちゃ精度良くなったとか、そういうような研究結果を、全世界の人間が寄ってたかって出すようになって、そっから一気にブームが始まった感じ。じゃあ、生成 AI っていうのは、さっきも話に出たような文章とか画像とか、まあ、映像とか音声みたいな、何かの、ここで言えば情報でいいのかな、を単純に生成する AI そのままですけど、という理解で全然合っているってことですよね。まあ、結局、AI って呼ばれるものの中でも、生成がブームだから、生成 AI っていう言い方をすりゃいいんじゃねえのっていうのが多分あって、まあ別に生成 AI っていうルールがあるわけじゃないので。なるほど。わかりました。了解です。じゃあ、生成 AI っていうのはまあ、だいたいわかりましたと。で、次によく聞くのが、LLM ってことなんですけど、この LLM をちょっと調べてみたところ、Large Language Models、大規模言語モデルっていうのが訳らしいんですけど、のまあ、頭文字ですと。で、これは非常に巨大なデータセットとディープラーニング技術を用いて構築された言語モデルであると。で、ここで言う大規模っていうのは、従来の自然言語モデルに比べて、計算量、データ量、パラメータ数、この3つが大幅に増えていると、で、この大規模言語モデルは人間に近い流暢な会話可能であり、自然言語を用いた様々な処理を高精度で行えるっていうところが特徴ですと、っていう説明をまあ読んだんですけど、この3つの要素、計算量、データ量、パラメータ数っていうのは、具体的にはディープラーニングに使われるものなんでしょうか？まあ、結局これも、その、まあ、ディープラーニングっていうか、その機械学習の、なんだ、一種に過ぎないんですけど、なんだろうね、機械学習って基本的に入力があります。入力をもとに、ベクトルを食わせるんですよ。まあ、配列食わせて、で、配列の、その数字の、あれによって、こう、ネットワークが繋がってて、まあ、シナプスですよね。シナプスがどんどん繋がってて、どのシナプスを通るか、みたいなのが、それぞれ比率が設定されてるんですよ。例えば、なんか A っていうのを入力したら、ここのルートが、重みが1だから、そのまんまデータ通り抜けます。ここのルートは0だから通らないですとか、まあ、そんな感じのネットワークがあって、そのネットワークを機械学習、その深層学習の場合、データを食わせて、データの入力とデータの出力の出力の方から学習させるっていうやり方によって、少しずつじわ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 とネットワークを構築していくっていうのがまた大体機械学習。です。で、まあそういうような仕組み自体は別にその数字0から9を判別するやつも LLM もやってることは変わんないんですよ。まあネットワークの種類とか、その膨大なパラメータ数とか、そういうのは違うんですけど、っていうのがまずありますと。なるほど。じゃあ基本的には同じものであると。まあまあまあ。で、さっき言ったその計算量とかデータ量みたいなもののパラメータ数みたいなものが大幅に増えているっていうところで、最近になって注目されだしたと。です。で、さらに言うと、実は、その、文字を、文章を処理するようなネットワークっていうのは、大昔から、大昔ってことはないけど、まあ10年代から一応あったんですよ。で、それは、文章って、なんだろう、画像を想像するといいんですけど、画像だったら、二次元じゃないですか。二次元あって、二次元の、まあ、どこかとかはある程度あるにしても、せいぜい位置関係ぐらいしか意味がないじゃないですか。で、僕もちょっと、あれだから説明がちょっと下手くそかもしれないけど、それだとごめんねっていうのはさておいて、文章の場合、なんだろうね。
言ってみれば一次元じゃないですか。はいはいはい。で、その、文章の先頭から一次元でどんどん食わせていくと。うんうんうん、で、それも食わせていく順番によって、文章の先頭の方にあるものが、後半の方になんか影響を及ぼすこともあるし、はいはいはい、真ん中に影響を及ぼすこともあるし、逆に真ん中のやつが先頭の方に影響を及ぼすこともあったりするじゃないですか。はいはいはい、で、まあ、そういうような、特性を持ってるものを扱うときに、うん、ニューラルネットワークの中でも、その、時系列を扱うのに特化した仕組みっていうのがあるんですよ。うんうんうん、あの、一文字目を処理するときと、一文字目を処理するときは何もしがらみはないんだけど、うん、二文字目を処理するときは、一文字目の結果を受けて、二文字目を処理する。で、三文字目のときは、一文字目と二文字目の結果を受けて、うんうんうん、っていうような感じのネットワークがあって、まあ、リカレントネットワーク、RNN とか言われるようなやつがあって、うん、で、それもともと、その、一文字目から二文字目、二文字目から三文字目っていう風になってるから、うん、これスケールしづらいんですよ。あー、なるほど。どうしても前のものにどんどん縛られていくし、あ、そうそうそう、後ろに行けば行くほど、それまでの蓄積分ですですを考えなきゃいけないからってことですね。ですです、はいはい。詳しい仕組みをちょっと僕もそんなに理解しきってるわけじゃないからあれなんだけど、トランスフォーマーっていうのが何が優れてたかっていうと、その並列性が優れてるので、その一文字目を処理するのと二文字目を処理するのと、まあそういうのを分割して並列で計算できるから、いくらでも規模を拡大できるよねってなった。スケールできると。だからスケールできる技術を人間が手にしてしまったから、なるほど、スケールをしてどんどんでかいものを作るようになっちゃった。あ、じゃあなんとなくさっきの AI の話で。あ、机上の空洞みたいな話は、僕はなんか単純に計算リソース。要は、VGA というか、ビデオボードみたいな、一時期マイニングみたいなところで使われていた、高精度小数計算みたいなやつが、最近になってできるようになったから、出てきたみたいなところもあるのかなと。それめちゃめちゃあって、やっぱそうなんですね。あの、ディープニューラルネットワーク、深層機械学習がなんで、その、ブームになったかっていうと、うん、ビデオカードで計算ができるようになったからなんですよ。ああ、やっぱそうなんだ。だから、2010年代から、そこら辺が一気に花開いたのは、まさにビデオカードで、その、まあなんだ、GPGPU? はいはいはい。昔の言い方で言ったら、そういうのができるようになったっていうのは、大きいですね。なるほど。なんとなく、分かってきました。本当？あ、なんとなく。なんか、だいぶ雑な説明でちょっと、混乱させてないかしら。いや、でも、これ難しいところが深掘りすると多分長引くんで、まあ、今回は表面は広く浅くがいいかなと思うんで。まあ、あと、この専門家じゃないからね。まあ、研究者じゃないから。そんなに、うん。はい。知ってるわけではないので。では、まあ。間違ったこと言ってたらごめんねっていう。一旦 LLM については、そんな感じで、次にこう、行くとすると、うん、じゃあ、チャット GPT っていうのも話題じゃないですか。はいはいはい。じゃあチャット GPT って何なのかなっていうところを聞きたくて、これはもう生成 AI の一種、アプリケーションの一種と考えていいんですかね。まず LLM があります、はい、LLM の中にはその OpenAI が開発してるシリーズの GPT っていうのがあります。で、確か17年に GPT の1が出て19年に2か、はいはい、で2020年ガーストのあたりに3が出て、その後最近になって 3.5、4 っていう感じで進化してるのが、OpenAI の GPT っていう LLM。はいはいはい。で、チャット GPT は LLM を使ったアプリなんですよ。はいはいはい。ただのアプリです。はい。要は、ユーザーインターフェースを提供しているだけの側ってことですよね。はいはいはい。確か、2022年ぐらいからチャット GPT の開発チームが立ち上がって、うん、なんかそこら辺を開発してたみたいですね。じゃあ、チャット GPT3 とかチャット GPT4 とか4ターボみたいなことで、言ってますけど、実際には GPT と呼ばれる LLM のバージョンが違うと、うん。あ、そうそう。だから、ということなんですね。アプリの名前としてまずチャット GPT があります。うん、はいはいはい、その アプリとしてのチャット GPT の中で使われる GPT のモデルが GPT3.5 ターボっていうモデルと、うんうん、GPT4 っていうモデルと、うん、最近登場している GPT4 ターボっていうモデルがそれぞれあって、はいはいはい、そのモデルを、使うアプリ。じゃあ、チャット GPT と LLM って、結局は側と中身の関係なだけであって、
要はエンジンと、まあ外装みたいな。まあまあまあ。みたいなもんだっていうことなんですね。ああ、なるほどなるほど。理解しました。で、そこで次に気になったのが、うん、じゃあチャット GPT 以外にも、うん、各社が生成 AI と呼ばれるものをいろいろ作ってるじゃないですか。うん、さっきの話だとオープンソースで、ステーブルディフュージョンがあるとか、うん、あとは Google がジェミニ、うん、あとなんか、X、まあ Twitter ですね、うん、が Grok っていうのを作ってるっていうのをこの間ちょっと見たんですけど、うん、これらって具体的には何が違うのかなっていうのはちょっと気になっていて、まあ、LLM が違うんですかね。まあ LLM が違うんだけど、例えば Google の場合は、Bard っていうのが、うんうん、サービス名なんですよ。うん、あの Bard.google.com でアクセスできる Bard っていうのが、まあアプリケーションです、うん。で、そのアプリケーションが使ってる LLM が、うん、この前までは Palm 2っていう LLM で、うん、最近登場したのがジェミニー。あ、なるほど。LLM の名前だったんだ。うん、はいはいはい。あー、理解しました。で、まあそのジェミニも、モバイル向けのジェミニナノと、うん、おそらく GPT 3.5 クラスって言われてるジェミニプロ、今使われてるやつと、うん、今度来年登場すると言われてる、なんか GPT 4並みか、それを超えるかよくわかんないけど、まあそういう言われてるジェミニウルトラ。はいはいはい。っていう3つのモデルがあって、まあ要は 3.5 と4と4ターボみたいな感じですね。理解しました。で、それらまあ各社がじゃあ、まあオープンソースも含めて、うん、生成 AI というか、まあ、LLM を作ってますと。うん、で、複数じゃあ存在する理由って何なんだろうっていうのがちょっと次に気になって。まあチャット GPT というか GPT の性能がいいのであれば、うん、単純に寡占というか独占状態になっちゃうんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。まあ、現実問題独占状態なので。あ、そうなんだ。うん、じゃあ、ブラウザで言うと Chrome ばっか使ってるみたいな認識で全然間違ってないってことなんですね。うん、じゃあ、やっぱり GPT が一番性能がいいってことなんですね。うん、で、当然、Google としては、いや、うち AI の老舗なんだけどって感じじゃないですか。うんうん、だから、Google は Google で、その、もう社運をかけて、うん、自分たちのジェミニを作って、巻き返したいわけですよね。なるほどね。で、それ以外の会社も、例えば、元 OpenAI の人たちが独立したアンソロピックっていう会社は、クロードっていうモデルを作ってるし、他だと、まあ、それこそ、X のグロックでしょ、うんうん、で、メタが開発してるのが、オープンソースのラマ。はぁ、とか、まあ、いろいろあるわけですよ。フランスの会社が開発してるミストラルとか、それこそ日本が開発してるやつとか、まあ、いろいろあって、それ、まあ、結局、なんで開発するかっていうと、うん、他人に握られるとまずいんですよ。それはシェアを独占されるとまずいってことですか？シェア独占されるとまずいももちろんあるんだけど、うんうん、それ以上に安全保障だっていう人もいるんですよ。ほう。だってこれ、要は今後100年を占うレベルの頭脳を作ろうとしてるのに、一社に独占させていいのか？あー、なるほど。で、例えば国で、日本っていう国から見たら、アメリカの企業が独占してる AI に依存しなきゃいけないってなったらまずくないですか？うんうん、ああ、じゃあもう、いわゆる AI ネイティブみたいな時代になった時に、まあ今、クラウドとかソースにそうですけど、あ、そうそうそう。AWS みたいな GCP みたいなところしかない、選択肢がないみたいなところになってしまうと、うん、まあ多分これは日本だけじゃなくて、うん、さっき名前が上がったフランスとかイギリスとかドイツとか、うん、いろんな国がそうだと思うんですけど、うん、自国でないところに、まあ、ある種名を握られてしまうみたいな。うん、で、まだ、日本とアメリカだったら一応同盟国だから、うんうん、まだ、マシかもしれないじゃないですか。まあ、確かに。中国からしたら、まあ、困ったというか、ね、たまったもんじゃないですよね。なので、中国は中国で、やっぱり独自の LLM を開発してるんですよ。で、実は中国も結構、はいはい、でっかいパラメーターで、結構性能のいいやつ作ってたりはするんですよね。へぇー。あ、そうなんだ。あ、まあ、その、言語系以外だと結構中国って、プレゼンスあって、うん、画像系のやつとかだと最近結構流行りの技術をボンボから出してますね。へぇー。例えば、その画像を元にアニメーションを作る、動画を作るっていう技術とか、
まああれですよ、TikTok のバイトダンスとか、あそこら辺が結構そういう技術を出したりとか、あと音声合成系、うんうんうん、とかで結構いろいろやってるし、論文めちゃめちゃ多いんですよ。結局全世界で見たとき、まあアメリカ中国なんですよ。ああ、まあ今中国はもう単純に人口が多いっていうのもあって、うん、ものすごいですもんね。で、さらに言うと、アメリカの研究でも、名前よく見てると、中国人の名前だよな、この人っていう、うん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 、パターンがめちゃめちゃ多いんですよ、やっぱり。最近よく見るようになったのが、まぁ、ちょっと脱線しちゃいますけど、うん、なんかわかんないことが、仕事上でわかんないことがあって、プログラム関連でググった時に、うん、中国語のサイトが引っかかることが多くて、そうですね。エラーメッセージだけは英語で、うん、文章は中国語みたいな、よくありますよね。最近は、なんか、10年ぐらい前からかな、中国のオープンソースが結構増えましたよね。あ、僕使ってるので、明確に中国っていうのは、あるかな？知らないだけであるのかな？結構あると思ってて、大昔で言うと、うん、ドローンっていう、ドローン IO っていう、仮想マシンじゃない、なんドッカーみたいなやつですか？ドッカーみたいな、まあなんか、バーチャル PC みたいな、バーチャルボックスみたいな。うん、そういう、あ、違う違う。自前で立てる CI。ああ、はいはいはい。CI でドローン IO っていうのがあって、ドローンとかは確か中国。へぇー。とかまあ、結構、大小様々なソフトが中国から出たりとかっていうのがありましたね。なるほど。わかりました。じゃあまあ、GPT が性能良くて、まあ、独占状態だからみんなそうならないように頑張っているっていうところで理解はできて、で、その次に気になったのが、じゃあ、いわゆる生成 AI、まあチャット GPT みたいなものが話題になってから、うん、いろんなサービスが出てきたと思っていて、うん、GitHub コパイロットとか、ああ、はいはいはい、イラスト生成 AI 系のもの、うん、それから文章を単純に作成する AI みたいなものもあると思ってるんですけど、うん、これらって生成 AI のそれぞれ特化版、うん、プログラム特化、イラストを生成特化みたいな、そういう考え方で合ってるんですかね？ね、そこら辺は多分話を混ぜちゃいけなくて、まあ一旦 GitHub コパイロットとかの話に行くとすると、うんうん、コパイロットも結局オープン AI のモデルの一つなんですよね。うん、うん。中で使ってるのは。で、実は LLM って、その、うん、まず GPT-3 っていう一番最初のモデルが生まれました。で、3っていうモデルが生まれた時、結局何をしてるかっていうと、全世界のテキストとかを食わせて、うん、それを元に学習させたものです。うんうん、で、その3のまあ、生データっていうのかな？ベアモデルというか、ベースモデル、うん。うん。ベースモデルは、ぶっちゃけそんな賢くないんですよ。おー、そうなんですね。これ、4も多分同じで、うん、ベースモデルはそんなに賢くなくって、うん、じゃあなんであんなに賢く応答ができるようになるかっていうと、うんうん、その後にファインチューニングで何やかんやをするから、なんですよね。あー、じゃあ、いわゆるディープラーニング的な機械学習的なものをやっただけでは、そのファインチューニングも結局機械学習と変わんない、うん、あ、そうなんだ。学習の仕方がちょっと違うとか、はいはい、いろいろあるけど、まあ一旦機械学習という大枠の仕組みじゃ変わんない。あ、なるほど。じゃあ機械学習にもいろいろあって、うん、単純に学習させただけではまああまり頭の良くないというか、うん、トンチンカンな AI にしかならなくて、それを人間が調整してあげることによって、うんうん、あれだけそうそうそう性能のいい賢いものになると。で、その、はいはい、ベースモデルから進化していく過程の中に、うん、ベースモデルにさらにソースコードを追加で学習させたっていうモデルがあるんです。うんうんうん、そっからさらにソースコードを学習させたやつとか他のやつをミックスさせてさらに進化させて、うん、まあその果てに GPT-3.5 とかが生まれるわけなんですけど、ソースコードを学習させるっていうのは、これまた一ジャンルありまして、うん、オープンソース系の LLM でも結構ソースコードに特化した LLM って何種類もあるんですよ。うん、で、その、まあ今だと GPT-3.5 系のコード特化の、進化したやつが確かコパイロットで使われているはず。確かに、今までチャット GPT に何の疑いもなく、プログラム関連のことを聞いていて、言われてみれば、確かに、
普通の文章を学習しただけでは、例えば Python のコードというか、うん、コード規約みたいなことわかんないだろうし、この書き方で合ってるかどうかの判断もつかない、うん、から提案もできないだろうから、うん、なるほどミックスされてるんだっていうのは今聞いて、うんうん、なるほどと思いました。だからなんだろう、コパイロットを使い込むとわかるんですけど、うん、コパイロットが提案する自然言語の文章はそんなに賢くないんですよ。ああ、あのコメントみたいなやつ、うん、はいはいはい。結構バカっぽいコメントを書いたり仕上がるので、あのコパイロットの本来の使い方からするとそんなに性能高くないっていうのは多分使い込むと感覚としてわかるかもしれない。まだコパイロット未経験だからな。あ、なんだと。いや、コパイロットはマジいいっすよ。今度、自前でコードを書く機会があったら、ちょっとなかなか業務でね、使えないっていうのがあるんで、まあそこはね。機会があったら使ってみます。で、じゃあまあイラストとかいろいろそういう学習していく過程で、それぞれに。でね、はい、画像系はやっぱりまだ系譜が全然違ってて、あ、そうなんだ。仕組みから違うので、おお。あの、ステーブルディフュージョンとかの、はい、あの、画像系のやつって、僕もそんなに詳しいわけじゃないから、あれなんだけど、うん、理屈として、まあ説明すると、AI を使った画像の加工っていうと、例えば、超解像度とか、ノイズ除去とか、はいはいはい。あるじゃないですか。いわゆるフォトショップ的な、まあ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 。あ、ちょっと違う。なんか切り抜きとかで AI とか使ってるのかな、まあ、まあ、そこはそこでまだ、この人だけ消したいみたいな時に、うん、その背景を周りの、背景から学習というか、うん、コピペじゃないですけど、策を延長したりみたいな、まあ、仕組みはいろいろ細かい違いはあれど、まあやってることはまあ確かに。で、ステーブルディフュージョンは言語モデルとはまた違うやり方で学習をしてて、あれの理屈って、じゃあ完全に均一なノイズがあったとして、それをデノイズ、うん、だからノイズ除去したら何が出てくるんだろうっていうとこからスタートしてるんですよ。ほー。おー、ノイズ除去。うん。あ、じゃあ最初は別に絵を描こうと思ったわけじゃないんですね。いや、まあ、最終的にそうなるようにはしてるんだけど。ああ、なるほど。うん。つまり、ある画像を用意します。うん、ある画像にノイズを加えて、うん、で、画像、ノイズ入りの画像っていうものがあります。うん、ノイズ入りの画像から画像になるように学習すると、ノイズを除去できるようになるじゃないですか。はい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 、でそれをどんどん繰り返していくと、はいはいはい、完全なノイズから完全な画像にまでいけそうじゃないですか。なるほど。理論上は確かに。うん、まあそこに対して、じゃあ、どんな方向性を持たせるのかっていうのが必要だから、そう単純にはいかないんですけど、まあそのどうやって方向を持たせるかの部分は、言語関係がいろいろ関わった。例えば、はいはいはい、そこでプロンプトみたいなのが登場したりとか。はいはい、まあ、自然言語の解析みたいなところに使われると。うん、はいはいはい。なるほど。理解しました。とかまあ、音声系は音声系でまた違うだろうしね。あれは多分翻訳とかと同じように、入力と出力がセットになったもの、はいはい、をひたすら学習させてると思うけど。なるほど、理解しました。じゃあやっぱそれぞれに、まあ、特色というか特徴というか、あって、うん、多分 LLM とかも使ってるものが違うだろうということですね。うん、はい、理解しました。で、生成 AI についていろいろ調べてるときに、うん、よく考えたら、エルキさんもプロダクト作ってるなと思って、しごらく AI っていうものを作っていらっしゃいますよね。はいはいはい、この例は特徴としてはどういったところにあるんですか？そうですね。弊社、株式会社、アルゴマティックが、はい、作ってる、しごらく AI っていう視力サービスがございますと、はいはい。まあ、ぶっちゃけて言うなら、まあ、業務用で使えるチャット GPT みたいなやつですね。はい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 、で、まあ、特徴としては、まあ、チャット GPT が持ってるような機能と似たようなものがあったりとか、うん、まあ、最近だと画像生成も実はやるようになったりとか、なんですけど、最近だと、あれですね、なんだろうね。PDF とか、うん、テキストとか、うん、CSV とか、まあ、そんな感じの、要は社内にあるドキュメントとかを食わせて、そのドキュメントをもとに、はいはい、回答させるっていう、社内ナレッジっていう機能とか、まあ、そういうのが最近の特徴的な機能ですかね。あ、じゃあ、本当にお仕事、業務で使うためのもので、まあ
で、ちょっと思ったのが、なんで、しばらく AI っていうプロダクトを作ったのかなっていうところで、うん、要は、チャット GPT が優秀なのであれば、チャット GPT 使えばいいじゃんっていうのがちょっと思っちゃったんですよ。チャット GPT ね、いくつか問題点があって、はいはい、あれを業務で使おうと思うと、多分一番最初に引っかかるのがクレジットカードなんですよ。なるほど。チャット GPT って契約単位個人なので。はい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 。あー、なるほど。クレジットカード何枚用意しなきゃいけない？社員分のクレカが必要になっちゃうと、要は会社用のクレカで、例えば100人とかっていう。うん、まあ、一つのクレカで大量にアカウント登録してもいいかもしれないけど、うん、それやる？っていう話ってことですね、うん。あー、なるほど。めちゃめちゃめんどくさいよっていうのがまずあります。確かに一般的なサースでは考えられないですね。うん。あれはどちらかというと本当個人向けのプロダクトなんですよ、うんうんうん。あんまりなんか業務で使うっていうのは考えられてなくて、だから、デフォルトだと学習されちゃったりとか。ああ、確かに確かに、それはあります、ね。っていうのもあるんで、うん、チャット GPT そのものを業務に使うのはちょっと向いてない。うん。っていうのがまずあります。うん。ああ、じゃあやっぱりその、カスタマイズすべきところがいろいろあるっていうところはあるってことなんですね、うん。理解しました。ありがとうございます。で、次に思ったところは、うん、これちょっと過去に、御社のアルゴマティックさんのポッドキャストで、エルキチさんが出た時に喋ってるかもしれないんで、うん、もしあれだったらそっちを聞いてくださいでもいいんですけど、うん、今まで話してきたこの生成 AI って、何が面白いのか。うん、ああ、どこに面白いのか。そこで語ってはいるんだけど、生成 AI ね、面白い、そうね、僕自身が生成 AI に興味持ったのって、やっぱステーブルディフュージョンの時だったんですよ、ね。で、それなんでかっていうと、Google とかが論文を出してる研究者のおもちゃだなぐらいの感覚だったんですけど、うん、ステーブルディフュージョンが登場しちゃって、あれこれソースコードから触れるんだけどってなったじゃないですか。さっきの要は実際に触れるものが出てきてしまったと、うん、はいはいはい。だからなんていうの、あのテレビにしか映ってないアイドルと秋葉に行けば会えるアイドルってやっぱ違うじゃないですか。僕はアイドル詳しくないからあれですけど、うん、なんとなくわかります。まあそんな感じなんで、実際に触れるってなって、これ、世界変えるんでは？って、その時に思い始めて、うんうん、で、そっから、興味はずっとあったんですけど、結局その後、まあ、言うて画像だしなってなってたんですよね。うんうん、素材を作るのは、まあ、ありかも？ぐらいの温度感だったんですよね。まだ、うん、去年末ぐらいまでは。うん、でも、実際にチャット GPT が登場して、その LLM を、触り始めた時に、なんかこれ、おかしいんだけどってなったんですね。おかしい？LLM って結局、言語を入力したら言語が返ってくるんですよね。はい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 。まあそれそうですよね。で、入力を入れたら出力が返ってくる関数ですと。はいはいはい。でも、あまりに汎用的すぎる関数なんですよね。あー。その普通の関数で考えると、例えば足し算をする関数とか、あ、そう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 、引き算をする関数みたいな機能が決まってるじゃないですか。そうですよね。足し算の関数に掛け算させようと思っても、うん、それは無理だよねっていう。まあやろうと思ったら足し算を何回も、ああ、確かに確かに、っていうような、要は外部から工夫してなんか使うがせいぜい関の山だったのに、はいはい、入力をちょっといじるだけで全然違う出力が出てくる。はいはい。普通これまでなかったじゃないですか、こんな技術。はいはい。いわゆるそれがプロンプトってやつですか？はい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 。なるほど。で、そっから、あれこれ、マジで面白いなってなって、で、僕3月、2月の末か3月ぐらいに、土日に、これでゲームを作ってみようってチャレンジをしたんですよね。で、その時にあれこれやって、あ、これ絶対面白いわってなって、まあ、そもそも、この生成 AI が本格的、だから今の時点ですらこんだけのことができちゃうんだから、うん、これが1年後2年後になったらもうどうなってるかわからない。はいはいはい。ってなったから、あ、これ世界変える技術だってなって、3月の時点だと、あ、3月の、だからその、決断をするそのタイミングまでは僕、うん、前職を辞める気全然なかったんですよ。はいはい。で、なんなら、その1年後の、リリースは最低でも見届けて、そこから先の進路をなんか考えるかぐらいの感覚だったんだけど、うんうん、あ、これなんか前職やってる場合じゃねえなってなっちゃって、
まあ、最悪なんか、会社辞めても、なんとでもなるはずだから、うん、とりあえず、辞めて、もう無限に LLM を触れる環境に、身を置こうって思って、もう会社辞めて、で、辞めることを伝えて、はい、で、まあ、まあ、その、直前に、一応その、今入る会社の代表と話はしたんですけど、うん、実はその時点だと、今勤めてたの、アルゴマティックって、影も形もなかったんですよ。うん、会社そのものはなかったと、うん。会社の設立が4月の13日。はいはい。なので、3月の時点ってことは、まあ、全然、これから生まれるものだから。これから生まれるものだから。じゃあ、その、表現があれかもしれないですけど、いわゆる、不思議ボックスみたいなイメージで。うん、あ、もう、そんな感じ、そんな感じ。魔法の箱。なんだかよくわかんないけど、入力するものを変えるたびに、結果が変わると、うん。そして出てくるものも、なかなか、まあ、特に GPT とかは、精度高いものを返してくると。うん、なんか、ローグライクじゃないですけど、ゲームに例えると、うん、まあそうですね、自動生成ダンジョン探索しているような、そうですね、インスタンスダンジョン。で、アイテムを引くみたいな楽しさがちょっとあるみたいなところ、うん、ちょっとゲーム脳ですけど、うん、そういう風に思いましたね。だからそれは面白そうですね。うん、ああ、わかりました。まあ、ここまでざっと、AI というか生成 AI について基本的なところを聞いてきたんですけど、うん、なんかここまででこれは喋っておきたいみたいな基礎的なところであります。次もうちょっと発展的なところに行ってみようかなと思ってるんですけど。こんな感じの説明大丈夫ですかね。まあ僕は大丈夫なんで、僕と同じレベルで、ほぼチャット GPT は一応ユーザー登録して使ったことあるけど、LLM とかトークンとか、うん、あ、トークンの話したかったな。ああ。まあ、名前だけ聞いたことあるけど、うん、よくわからんみたいな人には伝わったと思いますね。はいはいはい。まあ、であれば大丈夫かな。はい。じゃあ次もうちょっと発展的な話で、うんうん、例えばこんな AI どうだろうっていうのをちょっと思いつくりで考えてみたんですけど、ほういくつかあって、うん、ゲームに特化した AI。うん、それから小説ですね。お話を作る AI。うん、あとは地図の経路を探索するような AI。A 地点から B 地点まで無数の経路があったときに、どれが最適かっていうのを考えるような AI。はいはいはい、あとは、これちょっと僕が過去にやったことある。まあ、AI ではなかったんですけど、プログラムの関数の呼び出し順を探索するっていう。呼び出し順。例えば A 関数が B 関数を呼んで、B が C を呼んでいるときに、A, B, C という呼び出し順が定義できるわけですよ。うん、で、これが巨大なプログラムとなると、うん、それだけで階層構造が、もう何百何千何万っていった階層構造になるわけですね、うんうん。で、これを探索するっていうのがあって、例えばある関数 A をいじったときに、うん、この関数を呼んでいる関数と、うん、この A 関数が呼んでいる関数、うん。要は影響範囲ってそれらなわけじゃないですか。全然関係ない関数は影響がないから、影響箇所を調べたいときに、呼んでいる関数と、まあ、呼ばれている関数みたいなところで、探索をしたいみたいな、機能を昔作っていたことがあって、で、これはもう、すごい泥臭く、ソースコードを静的解析して、ここでファンク A って書いてあって、ここが定義位置で、呼び出し箇所でファンク A って書いてあるから、ここがコール箇所で、みたいなことを昔やってたんですよ。で、これ AI 使ったらもっと楽になるねえかなって思ったのが一つ。で、最後に思ったのが、AI を検知するような AI。なんかメタ的ですけど、要は、機械で自動操作されたようなものを、見抜くみたいなもので、よくある私は人間ですみたいな、機械ではありませんみたいなやつを、マウスを自動操作して突破するみたいな、よくあったりするじゃないですか。ああいうのを、お前本当はボットだろみたいなのを見抜くみたいな AI もちょっと面白いかなと思っていて、まあ、今挙げたのが4つ、ゲーム、小説、地図、あいつか、関数の話、AI、検知 AI。っていうところでいくと、どの辺が、なんか面白そうというか話して話題になりそうですかね。それぞれ面白いんで、一つ目からいきましょう、うん。あ、じゃあゲームどっかからいきます、うん、僕思ったのが、うん、まず RPG 系でいくと、うん、NPC の会話。うん、要は街にいる NPC って、うん、武器防具は装備しないと意味がないぞしか言わないとか、うん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 、ここはドムドーラの街ですみたいな。うん、ドムドーラ滅びてるから、なんかそんなこと言う人じゃないんだけど、まあまあ、ここはガダイの街ですみたいなことしか言わないみたいな。まあまあまあドラクエ的な話で言えば、固定のセリフしか言わないじゃないですか。うん、それが、オープンワールドの RPG とかだと、当然天候も、時間も変わるし、季節も変わるみたいな時に、寒いねとか暑いねとか、今日は天気がいいねとか、
で、今何してるのとか、うん、こんなクエストあるんだけど、まあ、クエストってちょっとメタ的ですけど、うん、こんな頼み事をしたいんだみたいなことを自動生成できたら面白いかなってちょっと思ったんですけど。ね、断片的にはもうすでに3月ぐらいに登場してて、ほう、RPG スクールあるじゃないですか。RPG スクールに内蔵できる、確か LLM 使った NPC の会話モジュールっていうのが確かすでにもうあったはず。ほう。っていうのがまず一つ。で、それ多分全世界のゲーム会社がみんな同じことを考えてると僕は思ってて、うんうん、なので、おそらく、どのゲーム会社も今 LLM の、 そのゲームに内蔵できるぐらいのサイズ感の LLM を多分開発してると思って。で、今話しててちょっと思い出したのが、スクエアエニックスかな、うん、なんかポートピアだったと思うんですけど、うん、やってました、やってました。LLM 版というか、まあ、うん、生成 AI 版みたいなものを作っていたなと思って、うん、確かにあながちあるのがあるんだなっていうのは。だから、ありますね。スクエニとバンナムは絶対来年出すと思ってます。あ、なるほど。ちなみにスクエニとバンナムの2つを選ぶ、例えばカプコンとか、あとは他のゲーム会社なんだろうな、ベセソダとか。そこら辺もやってる、間違いなくやってるはずなんだけど、うん、僕が、知ってるのがその2社。あ、なるほど。スクエニはさっき言ったようにポートピア実際にやってたじゃないですか、うん、だからまああれ実際にもう LLM 開発してるんですよ、はい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 、でバンナムはそもそも昔から開発してるんだよ。あ、そうなんだ。へえ、それは知らなかった。あのディスティルバートっていうやつをバンナム の、 あの研究所の GitHub アカウントで公開してるんですよ。はいはいはい。で当然そんなことを大昔からやってたような会社が今の LLM ブームでやらないわけがないので、うんうん、まあ間違いなくやってるのと、あとSAO の権利を持ってるのがバンナムなんですよ。ソードアートオンライン。はいはい、オンラインですよね。ソードアートオンラインってテーマ的に AI のゲームの話なので。はいはいはい、ああ、なるほど。バンナムがやらなかったら逆に古典に関わってしまうレベルなので、なるほど。絶対にやるんですよ。あれ、そっか、ドットハックも何個だったかな？あ、そうですね、バンナムかな？だった気がする。ナムコクロスカップに出てたと思うんで。そうか。じゃあ、走りといえば走りなんですね。うん、で、まあ実際、NPC として会話するは普通にまあできるんですよ。うん、てか僕もその3月の時に実験してたんで。ああ、まあ確かに確かに。シナリオ生成とか、NPC としての会話とか、うん、そういうような感じはもうできるのは分かってて、うんうん、で、3月の時にちょっと苦労したのは、うん、会話はできます。あるいはシナリオを吐き出すことはできます。でも、制御はうまくいかないは結構あったんですよね、その当時。ほう。制御がうまくいかないっていうのは、なんか言い方あれかもしれないですけど、暴走しちゃうみたいなことですか？暴走っていうよりは、うん、形式は定まらない。ああ。例えば、俺ジェイソン欲しいんだけどな、みたいな時に、ジェイソン以外のデータを吐き出したりとか、なんとなく、まあ、そういうようなのがあったんですけど、うんうん、5月か6月に登場したファンクションコーリングっていうやつ、うんうんうんとか、この11月に登場した JSON モードっていうのが、その OpenAI の GPT に内蔵されたことで、制御がほぼ完璧にできるようになったんで、そこら辺の道筋がめっちゃついたんですね。それもチューニングによるものってことですか？まあ、チューニングによりますね。なるほど。結局多分、その、応答をいかに御するかっていうのを、あ、そうそう、GPT-4 とそれ以外の大きな違いっていうのがあって、うん、まあモデルサイズが違うとか、うん、学習してるものがいろいろ違うとかはあるんだけど、うん、何が一番違うかっていうと、GPT-4 はお願いした通りにいろいろやってくるんですよ。うん、ああ、なるほど。例えば、JSON で吐き出してとか、うんうん、そんな感じのお願いを聞いてくれる度合いがめちゃめちゃ上がってるんですよ。で、それはやっぱり、そこら辺をちゃんともう丹念に学習し尽くしてるだろうなと思ってて。確かに当たり前のように聞いて、それの答えが返ってくることを、当たり前のように期待してますけど、うん、それって確かにすごいことですね。オープンソースのモデルとか、特にそうなんですけど、うん、指示に、的確に従ってくれることの方が少ないんですよ。ああ、でも、なんとなくわかります。チャット GPT じゃない、多分 LLM を使ってて、チャットボットみたいな、うん、AI
で動画配信とかされてる方がいるんですけど、うんうん、全然その前提みたいなものを理解してなくて、うん、誤ったことばっかり言ってるみたいな、まあ、それが面白かったりするんですけど、うんうん、あるんで、それはなんとなくわかりますね。っていうようなのがあるんで、まあ、最近その GPT-4 がいろいろ進化して、おそらくゲームとかはめっちゃ作りやすくなってるなっていう、反面、まあ GPT-4 ってゲームには実は向いてなくて、ほう。なんでかというと、あれ暴力表現ダメだったり。ああ、はい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 。まあ、センシティブな部分は無理ですよね。センシティブなの無理なので、ゲームに踏み込めば踏み込むほどダメになっちゃうんですよ。はい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 、はい。じゃ、例えば GTA 作れるような。はいはいはい。グランドセフトオート、まあ、GTA ですよね。ああいうんなのを作ろうと思ったら、はいはいはい、GPT とかじゃ無理なので。はいはいはい。まあ、ソウル系、ソウルライク的なものとか、うん、メタルギアとかは無理だってことですね。というん、ことで、はい、わかりました。各社が自分たちのやっぱ世界観に沿った、うん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 、その文章を生成できるものは自分たち作るしかないんですよ。なるほど、なるほど。なので、まあ、さっきの話に戻るけど、そのバンナムなり、スクエになり、うん、あるいは他の全世界のいろんな会社が多分ガシガシ作ってると思います。で、バンナムとかあそこら辺って要はセリフデータとか膨大にあるから、はい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 、あ、なるほど、それ全部学習できるんですよ。確かにそうですね。ドラクエ FF だけでも膨大なテキスト量ありますもんね。で、もしそこのやつを使わないとしたら、まあよく使われるの例えばウィキペディアとか、はい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 、じゃないですか。でもウィキペディアでゲーム作れるかって言うとなかなか作れないじゃないですか。じゃあ何使うってなったらおそらくナロー小説とか、やっぱそうですよね。僕もああいう方向に多分行くんですけど、まあ当然権利的にやっぱり怪しくなったりするわけじゃないですか。青空文庫とかピクシブとかそういう小説系サイトなのかなってちょっと思いました。うん、でまあおそらくまあ。そういうのはあるにしても、まあ、やっぱりゲーム会社が自分たちで資産を大量に持ってるんであれば、はいはいはい、その資産を学習させれば、確かに。なんならその、精度も良くなるわけじゃないですか。はいはいはい、質のいいデータが揃ってるはずなので。なるほど、理解しました。ということで、ゲームに AI、LLM が使われるに関しては、うん、僕はもう来年は間違いないと思ってます。いやー、楽しみですね。で、実際、性能的にはもう、プレステ5って、LLM 内蔵できるんですよ、はいはい。あー、そうなんだ。だって、あれって、メモリー16ギガ積んでるんですよね。そうですね。で、今時の、LLM って、7B って言われるモデルが、はい、まあ、7B とか 13B って言われる、うん、まあ、小型な LLM の中では、まあ、よく出てくる数字なんですけど、そこら辺って、なんだろう、パラメータを思いっきり切り詰めたりいろいろすると、まあ、メモリー16ギガで楽勝で動くので。じゃあ、ある種特化させた、まあ今ゲームとかの話しますけど、うん、AI、LLM であれば、もう全然動くだろうということですね。な、別にそいつらにプログラミングさせる必要はないわけじゃないですか。確かに確かに確かに。逆にプログラミングされても困るじゃないですか。はいはいはい、はい。ゲームのルール変えられても困りますね。うん、ああ、わかりました。どうしようかな。ゲーム特化。この話は、まあそんな感じ？まああといくつか思ってて、うん、共通の話題でちょっと思ったのが、アーマードコア、はい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 、機体構成、要はアセンブルですね、うん。を AI にやらせるっていうのがちょっと思いついていて、うんうんうん、まあ、結構アセンブル悩むわけですよ。うん、この構成にするとあの構成に弱いとか、うんうん、この構成にすると、機動力が低いとか、効果力が低いとか、いろいろ悩ましいところがあって、うん、これ AI にやらせるとどういうことになるのかなっていうのはちょっと面白そうかなと思ったんですけど。まあ方向性二つあって、一、はい、つは、最近だと、チャット GPT に画像を食わせて説明させるって流行ってたから、はいはいはい、その、あれまあ、ビジョンとか言われるようなやつで、うんうん、ビジョンに対応した LLM を使って、それぞれのスクショを渡して、うん、じゃあこの時にどういう装備を選べばいいですかみたいなプロンプトを投げたりして、まあ選ばせるっていうのがまず一つ。はいはいはい。もう一つは別にそんなことしなくても、組み合わせって有限なので、うん、ああ、まあ確かに。ぶっちゃけ限られてるので、まあはい、ランダムでもいいから、はいはいはい、組み合わせたやつを実際に戦わせます、はいはい。で、その勝敗によって、どんどん強い組み合わせを学習させていくっていうアプローチ。これ言ってみれば、囲碁とかでやってるのと同じです、ね。そうですよね。はー。結局その、ゲーム系の場合、うん、
その勝利条件が明確で、要はこれをやったら勝てる、勝ってる負けてるが、ちゃんと判定さえできれば、いかようにも学習はできるので、はい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 、そこはどちらかというと LLM とかそんな高度なこと言わなくても、はいはい、旧来の、ディープラーニング的な、まあ、強化学習とか言われるようなやつ。はい、で、多分できちゃう。わかりました。ありがとうございます。ではまあゲームは一旦置いといて、うん、まあちょっと全部いけるかわかんないですけど、うん、次小説の話をちょっとしたいなと思ったんですけど。ね、ここは小説をね、はい、各専用サイトがあります。あるんだ。それもいくつもあります。ほう、僕が思ったのは、ある AI が書いた1ページ目の続きを、別の AI が2ページ目を書くとか、あとは、いわゆる密室トリック的なやつで、ほうほう、ある AI が密室状態を作り出しますと。で、解く？そう。それを、まあ別でも同じでもいいんですけど、はいはいはい、解放を解かせるみたいな。それちょっと面白そうですね。はい。ちょっとやってみたいかも。結構人間の作家だとあるんですよね、ここまでは書いて、はいはい、じゃあ事件が起きました、密室です。これを解決する部分をあなた書いてくださいみたいな。リレー小説。リレー小説みたいな。あったりするのを AI でやったら面白いかな、ね、なるほど。まあ、リレー小説うんぬんはちょっと、あれですけど、うん、AI を書く系は実は何種類もあって、うんその、ノベル向けの、学習をしてるやつとかも結構あるんですよ。確か日本にも海外にも。あ、そうなんだ。そこは全然知らなかったなぁ。ツイッターで見た記憶がありますね。小説に特化、小説がチャット GPT で書けないとお悩みのあなたにみたいな。へぇ、知らなかった。多分ね、日本で一番有名なのが AI ノベリスト。へぇ、初めて聞きました。AI による文章、小説、作成、アプリケーション、ソフトウェアである。まあ、AI ノベリストは小説を生成したり、お絵描きができたりとか、いろいろするやつなんですけど、まあこの他にも何種類か確かあったはずで、あとさらに言うと、GPT-4 が登場した3月ぐらいにちょっと話題になった、うん、GPT-4 を使って小説を書いた人もいて、うん、当時まだそんなにトークン数が多くなかった GPT-4 でちゃんと小説を書いた人がいるんですよ。おー。それはもう、プロンプトの力みたいな感じですかね。プロンプトの力。結局、小説全部のサイズに収まらないから、まず、あらすじを書きましょうみたいな。はいはい、あらすじを書いて、じゃあ、そのあらすじは、それぞれ第1章、第2章、第3章ってやっていくとどうなりますかとか、うん、その第1章はどんな構成ですかとか、第1章の最初と最後だけ書いてくださいとか、うん、そんな感じでやりながら、間をどんどん埋めていくみたいな感じの涙ぐましい努力をしながら、段階的に作るっていうのをチャレンジした人もいました。へぇ、僕もその部分的にそのプロンプトを借りてチャレンジしてみたら、うん、確かに書けるなと。まあエラーというか、失敗も多いから、最後までたどり着くのはかなり困難だけど、でも確かにこの手法でできるなっていうのは実験できたんで、小説を書くっていうのは結構メジャーな、あ、そうなんだ。使われ方かもしれない。はぁ。なんか Unet を思い浮かぶ、Unet を想起させるような。Unet。いや、単に思想学習の一回阻止したところから、こう、実際のところを復元し直していくみたいな。へぇー。そういうのがあるんだ。こう、U の字してるから U。あー。一回下がってまた上がっていく。下がって上がってって。画像セグメンテーション。とかかな。なるほど。わかりました。まぁ、ちょっと全部やっていくと、うん、実はもう1時間以上今、回ってるんで、なるほどね。まあ、編集したら短くなるかもしれないですけど、一旦ちょっとここら辺で次の、あと2つほどどうしても聞いておきたいことがあって、うん、投資価値の話ですね。うん、投資。要は、有料版のチャット GPT の話をちょっとしたくて、あ、そっちの投資。はいはい。GPT-4、うん、とか、フォーターボみたいなものは、うん、まあ、有料版ですと。うん、で、月額20ドル。うん、1ドル140円だと、毎月2800円になりますと。うん、まあ、2800円以上になりますと、うんうん。で、これは結構高いと個人的には思っていて、うんうんうん、それほどのメリットがあるかどうかっていうのを、ぜひ、エルキスさんにプレゼンというか、はあはあはあ、お願いしたいなと思ってるんですけど。そうね、面白い使い方を一つ言うと、今の GPT-4、
あれ、チャット GPT からやった時にトークン数の限界がどんだけだったかっていうのをちょっと忘れちゃったからあれなんだけど、僕は僕は試してるのは基本的にその死語楽 AI 上なんだけど、まあその死語楽 AI 上で、死語楽 AI って、プリスマっていう OR マッパー使ってるんですよね。死語楽は、フロントエンドもバックエンドもタイプスクリプトで書いてるので、僕の好みで。はい。もう、僕の好みで技術選定したので。アルゴマティックのポッドキャストで言ってましたね。うん、はい。で、タイプスクリプトで両方書かれてて、うん、で、プリズマっていう ORM マッパーが使われてて、うん、プリズマのスキーマ定義っていうのがまあありますと。うん、でそれは一つのファイルに、モデルっていう形で、まあ、テーブルがそれぞれ定義されてますと。はい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 、これ全部を死語楽に食わせます。はいはいはい。そうすると、何をしてくれるかっていうと、うん、それぞれの、そのテーブルなりモデルなり、うん、全部説明させられるんですよ。おー、なるほど。じゃあ、DB 設計書みたいなのを、うん、わざわざ Excel で見なくても、うん、AI に聞けば、答えてくれると、うん。そうそうそう。例えば、じゃあ、スキマを食わせて、うん、チャットの発言のログってどのテーブルとかって聞いたら、はい、これです。はい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 、じゃあ、それを、いじる場合、注意点はどこ？このテーブルはこうなっているので、こうリレーションが張られていて、この注意が必要ですとか、まあ、そんな感じで全部答えてくれるんですよ。はいはい、あー、いいですね。今もう完全に Excel の AB 設計書で作業してるんで、このカラムのテーブルはどこだったかなと思ったら、ドンピシャその名前のカラム名で検索しないと引っかかんないんで、はいはいはい、で、日本語名も、その、当たり前ですけど、うん、まあ、書いてない場合もあったりするんで、うんうん、なんか、例えば業務フラグみたいなものを検索したいと思った時に、英語名しか書いてないと引っかからないみたいなこともあるので、はいはい、ちゃんとしたデータがあればできそうですね。そこら辺も、ぶっちゃけテーブル定義だけ食わしたら、うん、完全に翻訳も何もかもやってくれるので。ああ、頭いいですね。ER 図とか書いてくれたりするんですかね。ああ、それ試したことはないけど、書けるかもしれないね。まあでもリレーション分かってれば書けそうですよね。うん、で、マーメイドとか、うん、その要は、なんだ、UML とかをテキストで表現するやつとかを吐き出すことができるので、多分 ER 図とか吐けるんじゃないかな。じゃあ、プラント UML みたいなシーケンス図を、うん、まあ、独自言語って言い方したとあれかもしれないですけど、間違いなく学習してるはずなので。やってるものであればシーケンス図も書けそうですね、うん。設計の作業の、なんか、大半がいらなくなるのかも知らないなぁ。なんで、まあ、そういうようなこともできるし、ちょっと面白い使い方があって、うん、インフラ構築してます。はいはい。ログがいっぱい出ます。はい。ログ食わせます。はい。ここエラーだよって教えてくれる。あ、なるほど。なんか、エラーとかクリティカルみたいな文言で検索しなくても、うん、何時何分何秒に、これこれこういうエラーが出てましたみたいなのを教えてくれると。うんうん、あー、なるほど。メグレップの必要がなくなるわけですね。もうそうだし、例えば、このエラー直し方はって言ったら教えてくれたりとか。次に繋がるのいいですね、うん。今までだと、お、エラーじゃんって思ったら、うん、エラーメッセージをコピって、ググるっていう、うん、もしくは、スラック上で、うん、こんなエラーが出てましたみたいな感じですけど、うん、AI に聞くっていうのは、なかなか便利ですね。うん、だからまあ、なんだろうね、無料で使える GPT3.5 って、とかだと、うん、まず GPT3.5 って確か4000トークンまでしか使えないので、はい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 、サイズが限られてる。はいはいはい、で、かつ、そんな頭良くないので、うん、そこまでびっちり、あれこれ教えてくれたりはしないはず、うんうん、そう。これは過去にエルキッズさんと個人的に話をした時に話したんですけど、あるプログラムの否定形の書き方を、まあ、これ単体テストの書き方だったんですけど、否定形の書き方を教えてくれって言ったときに、うん、どうしてもそれが答えられなかったってことがあって、うん、まあそれは4だったらできるよって話を以前伺ったので、うんうん、まあそれはメリットかなとは。そうですね。実は GitHub コパイロット、今、うん、コパイロットチャットっていうのもあって、はいはいはい、コパイロットチャットってまあ実質 GPT-4 なんですけど、中身は。で、コパイロットチャットを使うと、このエラー修正してとか、うんうんうん、この関数を説明してとか、うんうん、そこら辺一通りのことをお願いできちゃうんですよ。なんか、あと、あれだ、ユニットテストを書いてくれができるんですよ。それも超便利ですけど、お前いらないって言われそうです。
AI やトットがやれって言われてる。まあ、さらに言うとね、これがさらに強化されるのが来年2月なんですよ。お、もう決まってるんですよ、ね。あの、GitHub Copilot の Copilot Enterprise っていうのが登場して、うん、Copilot Enterprise は、要は、あの、GitHub Enterprise とかで登録されてるリポジトリとかを全部読み込んで、あー、はいはいはい、はい。で、それをもとに、いや、このリポジトリのこの書き方だから、これはこう書くべきだとか、全部やってくれるようになるはず。じゃあ、世界中で、いわゆるオープンソース界隈で、揉みに揉まれた、行動それ自体は別に今までと変わらなくて、うん、そうじゃなくて、その会社の持ってる資産をそのまんま使って、その会社の書き方とかを全部やってくれる。はぁ、はぁ、なるほど。じゃあ、あんまり技術的負債が多い会社は、まあ、まあでも、そこも、してくれるかもしれないですけど、プロンプトの工夫だと思ってて、なるほど。ここの問題点は何とかって出せるんですよ。うん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 、あ、そうだ。最近、弊社が導入しててめっちゃ面白いのが、うん、プルリクを自動レビューしてくれる。ああ、はいはいはい。なんか、聞いた覚えがあったな。コードラビット。コードラビット。コードラビットっていう、あの、オープンソースもしくは SaaS のやつがあって、うん、それを使うと、プルリクを自動でレビューしてくれるんですけど、うん、ここエラーハンドリングしてねえぞ、お前エラーハンドリングしろとか。なるほど。このロジックだと、ここで絶対バグるから、これ修正しろとか。あ、結構見てくれるんだ。かなりすごいんですよ、こいつの指摘。それはなんか人間にレビューされるより、なんか。まあ。え、イラッとしないというか。いや、逆に、ほら、うん、人間じゃないから、気が楽じゃないですか。そうですよね。相手が機械なんで。どうしても、レビューはレビューって、その役割の前に人間関係が入っちゃうんで、その人に対してあまりいいイメージを持ってないと、ちょっとイラッとするみたいなところはあるかなって、個人的には思っちゃうところはあるんですけど。まあ、あとね、うん、この指摘別にいらないんだけどな、は確かにあるので。ああ、まあ、それはそうですね。まあ、そこは仕方がないっていう感じ。うんうん、でも、多分、その、プロンプトをいじることができるんで、プロンプトのいじり方で、その、指摘内容も多分変えられるはず。それは、やっぱ 3.5 より4の方が、さっき言ったトークン数の制限もあって、プロンプトとか、食わせられるデータ量の違いから、うん、やはり4の方がいいと、うん。なるほど。でね、3.5 ってさっき言ったように、4000トークンなんですよ。うんうん、で、旧来の、GPT-4 が、8000トークンもしくは、32000トークンなんですよ。うん、だいぶ下がりますね。はいはい。で、まあ基本は8000トークンと思ってよくて、はいはい、で、最近登場した GPT-4 ターボが 128K なんですよ。あ、なるほど。128000。ってことですね。はい。要は、その GPT-3 のその4から比べると何倍だっていう。はい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 。で、そんだけ行くと何ができるかっていうと、うん、リポジトリ全部食わせて、はい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 、なお余裕あるとか、そんなレベル感になってくるので。なるほど。じゃあ、なんか業務ではやっぱりセキュリティ的にちょっと使えないみたいな場合でも、個人でちょっと開発をしてるとか、なんか作業してる、あるいは文章を書くでもいいと思うんですけど、みたいな人にも、やはり4がおすすめと、うん、いうことですね。で、あとね、うん、基本的に僕の元々の考えとして、どちらかというと GPT には知識を聞くものではないと思ってたんですけど、なるほど。どちらかっていうと、あれは言語を操作させるための機械だと思ってたんですけど、はいはい、結構知識を聞いててもすごくって、うんうん、例えば、この前その GPT-4 が11月の、初めにあった OpenAI のデブデーで、うん、GPT-4 ターボとか、うん、ビジョンとか、うん、あと、なんだ、テキストトゥースピーチトゥースピーチトゥーテキスト、はいはいはい、あそこら辺のやつが発表になって、うん、よし、じゃあ会社でちょっと午前中にハッカソン的に触ろうぜってなったんですよ。うんうん、で、その時、じゃあとりあえずテキストトゥースピーチとスピーチトゥーテキスト、うん、だから音声入力してテキストにして、うん、そのテキストを LLM に食わせて返ってきた結果を喋らせてみようかっていうのをやるんですけど、その時、僕のフロントエンド知識は結構偏ってるので、うんうん、音声の入出力とか、うんって感じだったんですけど、うんうん、全部 GPT に聞きながら作れちゃって。うん、ああ、なるほど。なので、自分の知らないものを作るのにもめちゃめちゃいい。ああ、じゃあ、
なんていう、メンターみたいな感じで、まあまあ、有識者って言った方がいいかな。まあまあまあ。みたいな感じで、初めての言語とか、うん、例えば初めてゲームを作りますとか、うん、初めてなんかデスクトップアプリケーションでちょっとしたものを作りますみたいな時に、うんうんうん、まずどうすればいいですかみたいなところから聞いていける。うん、おお。結構それで、プログラミング素人なんだけど、うん、ゲーム作ってみたとかアプリ作ってみたっていう話が結構多いので。はいはい、ああ、確かに GPT に聞きながら入門してみたみたいな。うんのありますね。ので、まあ、そういう使い方もできますよっていうのと、うんうん、あと、翻訳が得意なので。ああ、なるほど。それちょっといいな。翻訳がめちゃめちゃ得意だから、例えば、タイプスクリプトならこういう風なコードなんだけど、これをフラッターで書いてって言ったら。翻訳ってそういう翻訳か、なるほど。っていうのができちゃうんですよ。ほー。だから、例えば、俺、Python 全然わかんないんだけど、とりあえずタイプスクリプトはわかるから、このタイプスクリプトのコード、Python に書き直してって言ったら、普通に書いてくれるんですよ。それはいいですね。なんなら、ライブラリーも Python にあるライブラリーでちょっと書き直してって言ったら、それもちゃんとやってくれるんですよ。へー。過去あったのが、サーバーサイドコトリンの技術文書を書いてるときに、うんうん、同じコードを Java とコトリンで書くっていうケース。はいはい、要は Java やってる人向けに、うん、Java でこう書くものはコトリンではこうなりますみたいなのをやったことがあって、うんうん、それ結構当時はまだ GPT なかった、うん、ちゃんと GPT なかったんで自分でやったんですけど、うんうん、結構悩んだというか、うん、考えながらやったんで、それ結構いいかもしれないですね。うん、ただ GPT とかの場合、結局その、GitHub なり何なり、世界中にあるソースコードとかを学習させてるので、うん、多ければ多いほど強い。はいはいはい。ので、Python、TypeScript、Java がいいと。みたいな感じのメジャーな言語はとにかく強い。じゃあなんか、なんだろう、ティクルとか、ベーシックとか。いや、ティクルはまだいけるような。ティクルはまだいけるかな。僕の中でマイナーな方なんだけど。うん、まあ、ちょっと厳しいかもしれない。だから、まあ、ちょっと、マイナー寄りになってくると、どんどん厳しくはなるけど、うん、情報が多ければ多いほど、正確。正確で強力。はあ。ちなみに、翻訳って聞いて僕が最初に思ったのは、うん、いわゆる日本語、英語みたいな翻訳の方だったんですけど、うん、これも得意なんですか？もちろんそう。なるほど、それいいな。今、これちょっと個人的な話であれなんですけど、スクラムの認定スクラムマスターの資格を継続するのに、うん、まあこれだけ勉強しましたみたいな単位を登録しなきゃいけなくて、うん、で記事を1個読むと 0. 何ポイントみたいなポイントがもらえるんですよ、うん、でそれが全部英語なんですよね。あで PDF になってて、 PDF だとブラウザの Google の Chrome の翻訳も効かないので、うん、コピペして、まあ、要は DPL でやってるんで、うん、コントロール CC で翻訳してるんですけど、うんうんうん、DPL もそんなに頭のいい翻訳をしてくれなくて、たまに間違ったというか、日本語的におかしい文脈のことがあるんで。そうね、でも精度的には多分 DPL とそんな変わんないと思う。あ、そうなんだ。じゃあそこはそこまでって感じなんで。おー、理解しました。ただ、はい、そこら辺の翻訳専用のプロダクトと違うのは、うん、まあ翻訳、要は英語の文章を食わせて、うん、これについて要約してとか、あ、はい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 、はい。え、これどういうことなのとか、ああ、質問ができるってことか。そう、質問攻めにできるんですよ。なるほど、確かに。それは翻訳さ、普通の翻訳サイトとかアプリにはできないことですね。うん、で、GPT-4 ターボだったら、その128K っていうめちゃめちゃ広大なあれがあるんで、うんうんうん、PDF、まあどれぐらいの量かわかんないけど、うん、まあ丸ごと食わせて、それに関して質問攻めは多分できる。うん、ああ。じゃあやっぱメンターがつく、それも月2800円で、聞きたい放題のメンターがつくと考えると、うん、あ、そうそう。確かに安く感じるかもしれない。人間と違って、24365で答えてくれる、うんうん、まあ壁打ち相手というか、相談相手というか、はいはいはい、まあそういうような存在に金を出せるか出せないかかなと思う。なんか僕のイメージだと便利なツールとかアプリみたいな延長線上で考えてたんですけど、うん、どっちかっていうと自己投資に近いのかなって今思ってて、まあそうっすね。その勉強とかする時のお供みたいな感じで、うん、
要は学習効率だったりとか、敷居を下げるみたいな部分に効果があるから、そう考えると2800円って安いよね。だって技術書一冊買ったらもう2000円とかするじゃないですかみたいな。そうそうそう。で、しかも質問までできちゃうおまけ付きみたいな。端末にメールアドレスあってメール送るの億劫だなみたいなのが、より気軽に聞けるみたいな理解をしました。ありがとうございます。なるほど。この有料版についてはこのあたりで、大丈夫ですかね。あと最後に。まあ、あとは、なんだ、機能的には、うん、画像生成もできたりするし、画像を食わせることもできるし、今だとアドバンスドデータアナリティクス、はいはい、っていう、だからその、何かを食わせて、うん、そのプログラミングで、プログラムを吐かせて、それで処理させて、加工するみたいなのもできるので、うんうん、よくあるのは、例えば決算書とか食わせて、これの表を作ってとか、そんな感じのタスクもこなしてたりするんで、まあ、使い道はいろいろあると思う。ああ、じゃあなんか、受け身でいるよりも、より積極的に、あ、まあ、結構ね、使っていった方が、まあ、お金払ってるのは当たり前ですけど、そうね。より価値を見出せるって感じなんですね。なんか、何でもできる魔法のプロダクトなので、逆に言うと、自分が動かないと何もしてくれない。はいはいはい。まあ入力がなければ当然、回答も出てこないですもんね。うん、そこは、そういう意味では、使いこなせるか使いこなせないかっていうのはちょっと難しいところはあるんだけど、うん、まあでも、3.5 より使いこなしが圧倒的に楽なので、ああ、はい、はいはい。3.5 はそんなに気の利いたことやってくれないっていうのが多くって、はいはいはい、読んだと、例えば、ソースコードをペタッと貼って、うん、ちょっと短い文章を書くだけで、うん、こっちの意図を結構汲み取ってくれるんですよ。はい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 、で 3.5 そこまで気が利かないので。あこれ別に月1回の決済だから、うん、1ヶ月だけ入ってお試しってこともできるってことですか？全然。あ、もちろん。じゃあ今もしこれを聞いている方で悩んでいる方がいたら、ぜひ、ぜひ、試して。3000円1回で1ヶ月聞き放題なんで、うんやってみるのありかもしれないですね。はい、ありがとうございます。で、一番最後に、うん、これちょっと某スラック、というかまあ、エレキシさんと僕が一緒にいるスラックで話題になった話で、うん、プログラムとの違いっていうのがちょっと話題になってたんで、はいはいはい、ここちょっとお聞きしたいんですけど、うん、要はプログラムって入力が間違っていると動かない、まあ何かしらのエラーを返してくるっていうものなんですけど、うんうんうん、生成 AI については、うん、入力が間違ってても、何かしらの答えを返してくるっていう、プログラマー的な気持ち悪さがあるっていう話があったと思っていて。ね、間違いって何っていう話になっちゃって。はい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 。プログラミングの意味での間違いっていうのは、うんうん、入力を与えたら出力が返ってこずにエラーが飛ぶじゃないですか。はいはいはい。でもそうじゃなくて、LLM の場合は入力があったら必ず何かの出力が返ってくる。はいはい。人間にとってそれ役手に立たないものを勝手にエラーと呼ぶ。エラーとか、ハルシネーションとか、そういう風に呼ぶことはあるけれど、はい、LLM にとっては別にエラーでも何でもないので。あー、なるほど。確率論に沿って、この文章が入ってきたら、うん、この文章を返せば大体合ってそうだ、みたいなものを返せるに過ぎないんですよ。ほー。例えば、昔々あるところにって来たら、はい、その次に続くの多分おじいさんとおばあさんみたいな確率が高いわけじゃないですか。っていうだけの話。はぁー。じゃあ、チャット GPT とか LLM とかが、うん、例えば何か誤った情報を出してきた場合って、うん、それはもう、誤ったとか誤ってないとかっていう次元の話じゃなくて、うん、単純に与えられた情報から、うん、最も適当っていうのは、そこに当てはまるという意味での適当なんですけど、うんうんうん、適当であろう データというか回答を返しているだけ。ですです。あ、なるほど。ハルシネーションが何で起きるかっていうと、うん確率的にその文章の文脈であればこう返すだろうなみたいなのを乱数を元に選んでるだけに過ぎないので、うん、はぁただ一応そのハルシネーションを抑えるための研究とか、うん、そのデータの与え方っていうのはあるから例えば GPT-4 がすごいのはそのハルシネーションを防ぐための様々な工夫がやっぱりすごいあ、そうなんだ実はね、GPT-4 の、開発において、どれがどれぐらいの比重だったか、みたいなのがあって、うんうん、ぶっちゃけ、専門家とかを大量に投入して、うん、このデータは合ってる、間違ってるとか、うん、そういうのを検証したり、修正したり、学習させたりする部分に、めちゃめちゃ
コストかけてるんですよ。ああ、そうなんですね。だから、うん、LLM の開発って、うん、計算資源にめっちゃ金かかるイメージじゃないですか。まあそうですね。さっき言ったビデオボードみたいな、グラフィックボードみたいなところに、ね、学習はもう1億円からスタート。なんなら50億円ねとか、はい、そんな感じの世界観かもしんないけど、はいはい、でもそうじゃなくて、はい、要はその、さっきのベースモデルの話と同じで、はいはいはい、ベースモデルを作るまでが勝負なのではなくて、はい、ベースモデルを作ったところがスタート地点なんですよ。はい、さっきのチューニングが大事だと。うん、はいはいはい。なので、ハルシネーションをどうやって防ぐかみたいなのは、その後の工夫によっても全然変わってくるんですよ。なるほど。なので、うん、まあ、なんだね、気持ち悪いっていう意味では、確かに気持ち悪くって、うん、なんかわかんないけど帰ってくるみたいな気持ち悪さはあるのは確か。はいはいはい、確かになんか書いた時に、うん、なんかわかりませんみたいなことはあんまり返ってこない印象があって、あまあそのデータがないんでわからないですけど、こういうことを提案しますみたいなことはあったとしても、あなんか一切合切何も返ってこないみたいな。ことは何もないみたいな、うん。要は突き放されるみたいな、うん。他の人に聞いてくださいみたいなことは一切ない。ああ、そこはやっぱり人間になるべく優しく答えるようにしてあるんですよ。はいはいはい、っていうのは、その評価基準の中にそれがあるんですよ。なるほど。やっぱどんだけその攻撃的なことを言わないとか、人間の期待に沿ってるかとか、そういうのが全部ちゃんと評価基準にあって、そこら辺を人力でもうやってるから GPT-4 はマジすごい。はいはいはい、はい。っていう感じ。Google の、まあ、ジェミニとかも多分同じようなことやってるとは思うんですけど、まあ、なんか見てる限りだと、やっぱちょっと GPT に追いついてないかなっていう気配を感じなくはない。やっぱ、性能的な部分が、いろいろあるってことなんですね。うんうん、まあ、ウルトラが出たら、また話は変わってくるかもしれないが、まあそこはちょっと、来年に行きたい。ああ、なんかその、今ちょっとハルシネーションというか、うん、まあ間違いみたいな、ところでちょっと思った素人考えなんですけど、うん、なんか AI って、パッと思いついたのが、エヴァンゲリオンのマギっていう AI があって、あれって、まあ名前忘れちゃったんですけど、3つの AI があって、うん、合議制を取ってると。うん、要は多数決で、うん、AI2 つがイエスと言ったらイエスが採択されて、うん、まあ脳が採択されることはないみたいな。うん、でなんか GPT とか LLM とかも、うん、合議制にすることによって、より確率を高められるみたいな、精度を高められるみたいなことってあるんですか？ありますね。あ、やっぱあるんだ。まず一つは、うん、それを実際に試した人がいました。ああ、そうなんだ。ね、2月だったか3月だったかな。深津さん。ああ、聞いたことある。ノートの、はいはいはい、CXO だっけ？はいはい。とかやってた、はいはいはい、深津さんが、そのマギシステムっていうのを提案して、はいはい、清水さんとかもそれ、確か試してて、っていうのがあるので、なんか異なる3つの人格を与えて、その合議を取るみたいなのは、実際に試した人もいます。うんうん、さらに言うと、その論文もあります。ああ、そうなんだ。面白そう。難しそうだけど。結局その LLM ってプロンプトによって全然変わるじゃないですか。それ何かっていうと、プロンプトそのものが研究対象になるんですよ。はい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 。まあどういうものを入力するかってことですよね。で、その精度を上げるための工夫の中には合議制にするっていうのもあるんですよ。うん、あ、そうなんだ。で、確かね、面白い研究が一つあって、弱い、だからオープンソースとかの小さいモデルで、使って、イエス、ノーで答えられる質問に置き換えて、何種類かの LLM にイエス、ノーで答えさせて、それの合議を取って、やったら、精度が実は GPT-3 とかよりも上だったみたいな研究が確かあったはずで。ほー、面白いですね。確かね、Ask Me Anything っていう論文があって、まあ何でも聞いてっていう意味だけど、だからタスクを QA 方式に変換、複数の回答を束ねることで性能向上。うん、で、オープンソースの GPT-J6B で、ヒューショットの GPT-3175B を超える性能を出せると思う。へぇー。っていうのが、去年の10月の論文。去年。へぇー。LLM の界隈って、チャット GPT から有名になったけど、LLM の研究自体は、それこそ十何年から、すでにあるので、
その、結構その22年とか21年ぐらいの論文でも参考にすべきものは割とあるんですよ。なるほど。わかりました。ありがとうございます。まあ、時間もいい感じなんで、そろそろ聞きたいことも聞けたっていうのもあって終わりにしようかと思うんですけど、なんかエレキチさんからこれだけは言っておきたいみたいなことはありますか？そうね、うちの会社面白いよぐらい。まあじゃあそれは最後に宣伝で言ってもらうということで。じゃあ一旦これで締めということで、まず、このポッドキャストは青空 FM の告知からしていきます。このポッドキャストは青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いします。それでは、エルキチさんから何か告知があればお願いします。はい。まあ、さっきから言ってる僕が勤めてる会社、株式会社アルゴマティックは、4月の13日に、設立、されたばっかりの会社です。で、まあ、4月、確か1日か、3月の30ぐらいに確か、ツイートが話題になったと思うんですけど、亀山会長が、あ、だから DMM の亀山会長が、20億円を、投資して、新しい会社を設立するよっていうツイートが話題になったと思うんですけど、まあ、そういうような、DMM の、DMM の亀山さんにお金を出してもらって作った会社です。で、この会社は生成 AI でやれることをもうとにかく全部やっていこうっていう会社です。で、現状では死語楽 AI っていう、まあそのさっきまで言ってた、プロダクトを開発している事業部、あと、LLM スタジオっていう LLM の開発や、それを使ったソリューションの開発、で、あと、表に出せないあれやこれやが、まあ、いろいろあったりする感じです。まあ、とりあえず、なんか、興味のある人は、カジュアル面談なりなんなり、申し込んでいただけると良いかもです。それはもう、アルゴマティックさんのホームページの採用サイトから行けばいい感じですかね。あ、わかりました。じゃあ、後でリンク貼っておくので、ちょっと生成 AI、興味あるなって人はぜひ、結構いろんな職種、今募集されてるみたいなんで、覗いてみてはいかがでしょうかということで。あと、はい、よかったら、会社のポッドキャストの方も聞いていただければ。はいはいはい、じゃあ、それもリンク貼っておきます。ありがとうございます。アルゴマティック、なんて名前でしたっけ？あ、インサイドアルゴマティック。あ、インサイドアルゴマティックですね。の方も、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、最後に、ポッドキャストの収録、多分最近やったと思うんですけど、うん、まあ、どうだったかってところなんですけど、うん、どうでした？これで良いのかなっていうのが、なんかちょっと、なんか思いつくままに喋ってしまったんで、これでいいのかなっていうのと、間違ってたらごめんねっていう。まあ、今回あれですね、僕、聞き手の僕が、本当 AI 初心者みたいな、LLM 何それ美味しいのみたいなところから入っていったんで、もう、LLM 当たり前のエルキさんからすると、ちょっと、ステージが違いすぎるというか、視座が違いすぎてあれだったけど、僕は聞いてて、ああ、なるほどっていうのと、思ってたことも結構聞けたので、僕と同じレベルの人からすると非常に有意義な時間になるんじゃないかなと思います。であればよかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ、第79回目ですね。第79回目は、エレキさんをお招きして、生成 AI について基本的なところからお聞きしてきました。エレキさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。